前でご紹介いただきましょう。はい、こちらはどこのお店の何という商品でしょうか。はい、満腹新名人丼、なんと 1.1 キロあります。さあ、1.1 キロを一体ラッカルさんどれぐらいのペースで食べるのか、皆さんね、注目していただきたいと思います。それでは、実食スタート。はい、おいしく食べてください。はい、続きラグルマということでね、召し上がっていただきましょう。さあ、この満腹新名人丼ですが、3月にリニューアルオープンしたということで、今回お持ちいただいたこの満腹新名人丼の、もう何やら見た目とは全て違うんですが、特徴を教えてください。はい、
いや、もちろん見てわかるんですが、なんだか量が2倍ぐらいあって、通常の訓練に10玉乗ってるんですか？なるほど。では通常よりも2つ宝くじが増えたものが2皿ということで、今ラスト永井さんは合計20個の宝くじを食べてもらっているということですね。すごいなぁ。手帳歴が3年だけじゃ乗ってるっていうのがお店の売りですかね。そうですね、原価高いんですけど、頑張って。原価高いけど、京都の九条駅美味しいのがいっぱい乗ってるんで、ぜひ皆さん食べてほしいなと思います。他にもね、ドラーマンさんは粉物のようにいろいろ置いてて、いろいろ置いてもありましたよね、確か。
ちゃいましたよ。すごい。ということで、さっきまで食べていましたワンコンの松坂牛まん5つ完食でーす。はい、どうでしょう。またすごい大きいお器になってきました。え、こちらはどこのお店の何という食べ物かご紹介ください。ジライアの天むすです。ジライアの天むす、もうこちら名古屋と岩田。さあ、こちら聞いていきましょうかね。ジライアさんには聞いていきたいんですが、こちらの天むす20個あるということですが、やはりお店でも大人気なんですよね。美味しそうで、年末の中はウブですか。はい、エビがたくさん増えた天むすがなんと20個あるということです。ありがとうございます。さあ、こちらジライアさんでは春の10周年感謝祭のイベントにかけまして、え、皆様には天むす10、天むすを10個でなんと特製卵串1串プレゼントというイベントしています。春の10節、もうすでに18個が口の中に吸い込まれていきました。え、ご覧いただいている皆さんどうですかね。この手が止まらない、まるで音楽を奏でているかのようなこの手の動き、一体何個口の中に入るのかね。皆様もね、ジライアさんのこの天むす買っていただいて、何個食べられるか試していただきたいと思います。さあ、ただいま5店舗目のジライア天むす20個にチャレンジしていただいております。あと10個です。20個中19個を召し上がっていただきました。さあ、ピースは自然と変わらず、ラスト1個がお口に入りました。これにしてもすごい、口がもぐもぐと動いて、なんとこちらジライア天むす20個およそ 800g 完食です。でしょうか。マルケンのジャガバター店で750g です。それでは実食スタート。はい、いやもうマルケンさん大人気ですね。このジャガバター店の特徴を教えてもらってもいいですか。北海道産の内閣です。はい、大人が肉汁になっている。天ぷらの中に肉が入っているんですけど、子供さんから大人の皆さん大人気のマルケンのジャガバタ店、エラスカの新井さんには5つ食べてもらうんですが、食べ当たるじゃんけん大会を行います。ぜひ皆さんも同じグルメを食べて、福山サービスエリアのグルメを食べ尽くしてください。じゃんけん大会は全ての食べ物が終わった後、そしてフォトセッションも行いますのでお集まりください。こちら福山サービスエリアお店6店舗目を食べていただいております。すでにお腹の中には4丁ほど食べ物が詰まっているわけですが、はい、ぜひ皆さん間近でちょうどこのカメラで撮っていますので、どんなことに食べていたのかは改めてラストランナーさんの YouTube をご覧いただければ幸いです。さあ、ということで最後の口も同じく5本で並びました。ここで6店舗目マルケンの完成です。あ、なんか美味しそうな木だ。これすごいいいやつ来た。じゃあこちらお店の名前と商品名お願いします。いいですね、会場に一体感が生まれましたね。さあ、こちらの商品とっても美味しそうなんですが、特徴を教えてください。近江牛 100% を使ってまして、すき焼き風に炊き上げてますので、ご飯の調理するのにご飯詰まってます。はーい、近江牛来ましたよ。滋賀に来たらやはり近江牛ということですね。そしてこちらライトを使ってみましたが、通常とは違うんですか。並みの 1.3倍、ご飯の。なるほど。そしてこちらのお弁当、ダイは皆さんで通常のように買っていただけるということですね。の商
バビームさんはどれぐらいの量を提供されているんですか？通常は 150g と 250g と 350g 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 とこのサービスエリアがおかげさまで10周年を迎えたことを機に春の10周年参加会の成人年を開催しています。さあ、ただいま OG ユーチューバーで大人気のラッシャル新井さんが登場し、新入社員やのサービスエリアのグルメを食べ尽くしていただいております。さあ、なおこの後、今ラッシャル新井さんが食べたこちらのメニュー、ずらーっとたくさんのメニューがありますが、この中の美味しいグルメが皆様にも味わっていただきたいということで、皆様にもこのグルメが当たるじゃんけん大会を開催します。ぜひ皆さんステージの周りに集まっていただき、大食いグルメ食べていただいた美味しいグルメが当たるじゃんけん大会にご参加ください。20個 600g、 ワンちゃんのマッチョルピーマン5個 780g、ジライアの天むす20個 800g、 そしてマルティのバター天5個 750g、 大西洋市の吉山町屋の大西黄金の牛めし大盛り 420g を食べた後に、ただいまこちらを召し上がっていただいております。神奈川レブロースワンポンドステーキ 450g を召し上がっていただいております。提供する自慢の三州や春の10周年感謝祭のイベントとして、 OG人気ユーチューバーラッシャル新井さんに登場していただき、おいしく吉山のグルメを食べ尽くしていただいております。あ、私と一緒ですね。最後に食べるのは好きなものっていうタイプですね。はい、じゃあ、 皆さんと一緒にこの最後の一口を見届けたいと思います。こちらワンポンドステーキ、最後の一口ですかね、ハリトレ。はい、最後の一口を召し上がっていただきましょう。ご注目ください。わー、大きなお肉で入りました。最初で最後